写真拡大皆さんこんにちは、藤井寛一郎です。今週はおめでたいニュースからご報告させていただきます。ジョッキー仲間で普段から親しくさせていただいている木戸義正ジョッキーに先週第1個男の子が誕生しました。コロナ禍で最近は病院への出入りも厳しく制限されていて、我が子と対面したのは今週火曜日だったそうですが、今までに味わったことのない感情の高ぶりを感じたとのことです。本当におめでとうございます。木戸ジョッキーとはその田競馬の交流競争に騎乗する際にタクシーで相乗りして以来の仲です。もともと競馬と縁のないご家庭で育ったそうですが、テレビで競馬学校の特集番組を見て1年ジョッキーの道を志します。一度目の受験は失敗しますが、高校に通いながら勉強と体力づくりに励み2度目で見事合格。ただ本当に苦労したのは学校入学後、それまで騎乗経験が全くなく本当にゼロからのスタートだったそうですが、持ち前の運動能力と負けん気で騎手試験に合格しました。頭が下がります。